きげんよう、さきどです。皆さん元気ですか？なんかまた自粛が伸びちゃって、自粛期間になるとさ、やっぱ家にいるからすごいパソコンとかで通販見ちゃうのね。自粛何かけるかもしれないぞみたいな、なんかそういう、なんかもう絶対外出るなよみたいな感じの、こういう感じの時に、ちょうどなんか通販で、私海外コスメが大好きなんだけど、海外コスメのルックファンタスティックっていう、日本じゃ手に入らない海外コスメだったりとか限定品だったりとか、そういうの取り扱って通販サイトでめちゃくちゃいっぱい海外コスメをね購入したので、よかったらね最後まで見てください。それではスタート。じゃあ一つ目はこちらです。このパッケージとかもちょっと開けちゃってるんですけど、ピクシーバイペトラっていうブランドなんだけど、イギリス生まれのコスメなんだけど、すごいね肌に優しい成分だったりとか、なんかそういうナチュラル系のコスメブランド。好きな色味がもうさ、パレットで入ってるんですけど、12色入ってます。このなんかくすみローズの感じとグレージュカラーが本当に可愛くて、で私今ちょっとこう触ってるカラーがあって、このカラーが一番気になったカラーなんだけど、この質がすっごいしっとりしていて、発色がめちゃめちゃいいです。こういった感じ、すごいしっとりしたツヤ感があるパールカラーなんだけど、グリッター感もあって本当に可愛いです。ちょっとシマーなカラーだったりとか、グリッターカラーだったりとか、いろいろあるんですけど、ここのブランドのなんかミストとかも大好きだし、アイシャドウとかも大好きだから、本当におすすめのブランドです。コンセプトとかもすごい可愛いから、ぜひぜひ見てみてほしいなと思います。すごい可愛いんですよ。こんな感じで、あれメイク動画で使いたいと思います。今髪の毛はこんな感じ、ちょっと明るめなんですけど、髪の毛をね染め直したりとかしたら、ちょっとこういう系を使うようになるので、今度これね使いたいと思います。続いてはこちらでーす。じゃじゃーん。メイベリンのまだ日本では発売していないマスカラなんですけど、もう海外ですっごい伸びるって話題になっていて、もう本当に売り切れ続出だったマスカラらしくて、それはなんか知ってて、でも欲しいなと思ってたけど、本当に購入先がなくて、人気なマスカラなんですけど、メイベリンのラッシュセンセーショナルのスカイハイです。なんかさ、メガボリュームとかマグナムとかさ、いろんな種類があるじゃないですか、メイベリンって。だけど、スカイハイってすごくないと思って。パッケージの感じも私、メイベリンの中で一番好きだなって思ったパッケージです。すっごい可愛らしいし、ちょっと高級感のある、ちょっと珍しい感じの。感じで、ブラシの部分がゴムになっているトゲトゲのブラシになってました。意外じゃない？私ちょっとこれ見て、あ、そういう感じなんだと思って。で、これはまだ使ってないので、メイク動画で絶対使いたいなと思います。マグナムとかもそうなんだけど、アメリカで人気になったやつがこう日本に入ってきたりとかするからさ、これも多分入ってくるんじゃないかなと思います。その時またすごい人気になったりとかするのかな。すごいこれをゲットできて嬉しかったです。なんか一番欲しかったの、これが。続いてはこちらでーす。ミラマスカっていう、私が結構ハイライトとかすごいおすすめしていたブランドのなんですけど、こんな感じのリップクリームが新しく出てたんですよ。ティントタイプってことで、すごくないこの感じ、攻めてる感じ。でもさ、絶対に合うだろうなっていう色味の組み合わせを2つともしてるので、このまま塗ってみると、お、思ってるよりシア透明感ある感じで、ちょっと今黒が真ん中になってるんですけど、お、可愛いかも。すっごいマカダミアナッツみたいな匂いがする。でもさ、色味とかもそうだけど、透明感があるこのカラーすごい可愛いかも。リップクリームとして使う感じのテクスチャー。なんかほんとツルツルの、こってりとした感じですね。潤いがあります。で、ティントなので、これ落としたらどうなるかな。あ、でも、そこまで色はつかないですね。だから使いやすいかもしんない逆に。このイラマスカファンデーションが私すごい大好きで、肌にぴったりくっついてね、何も、なんか、よれたりとかしないぐらい大好きなので、すごいおすすめなブランドです、これ。で、これがですね、なんか見た目がめちゃくちゃ可愛いブロンザーをゲットしてみました。すごくない？すっごい、からもう日本じゃ絶対ないでしょっていうようなカラーのブロンザーですよね。ブロンザーだからちょっとこう、なんていうの、硬い感じでツヤを出してくれるようなカラーですね。あ、普通にアイシャドウとして使ったりとか、ちょっとこう影っぽく日焼けした感じに塗ったりとかするのがすごい可愛いメイクができると思うんで、今回ね、ゲットしてみました。で、ブルーのところはね、本当にね、なんか、ブルーがほんの少し透けて出るかなって感じの、なんか、全然でも色はつかないですね、ブルーの。面白い。こういうのコスメ知れるのは面白いですね。あとこんな感じのリップもね、ゲットしました。赤オレンジってカラーですね。あ、すごい可愛い。え、すごいツヤ感がある。私この色の方が好きかも。なんか塗ってみる方がピンクっぽくて、すごい可愛いです。スイムスーツ、ロケットっていうカラーでした。
スイムスーツのロケットがすごい可愛いかも。で、リップ落としたんで塗ってみます。おぉ、可愛い。でもこれを持っててさ、塗ってると、何のリップって絶対聞きたくなると思う。めちゃくちゃ可愛いもん。うん。透明感あるシアーな感じですごい可愛い。色マスカのね、リップとかも可愛いし、本当に、私ベースメイクアイテムがすごい大好きだから、マジで乾燥しないなんかベースとかもあるからね、おすすめなので、色マスカおすすめですね。続いて、じゃじゃん！アルティメットアイロックパレットっていう、すごいパレットをゲットしました。見るからにちょっとヤバそうじゃないですか。開けてみてもヤバくて、天然石とブリオンみたいなやつがバタバタバタってくっついてる感じですごくない？見た目が。で、こんな感じなんですけど、これ1個1400円とかで、すごいね、プチプラなんですけど、開けてみます。どっちから開けよう。私こっちを見たときすっごい、すごい衝撃的だったから、こっちを開けます。これはね、こんな感じのパッケージになってる。もう絶対日本のコスメじゃない、この感じが私は海外コスメの大好きな感じなんですけど、開けてみると、じゃじゃーん！すごい綺麗じゃない？やばくないですか？このパープルと、ちょっとパープルブルーみたいな感じのカラーの感じ。すっごい好きと思って、これはめちゃくちゃポイントとしても使えるし、すごい可愛い。攻めてるなと思いました。で、こっちはね、結構ね、使いやすいというか、割と日常的に使えるようなピンクのカラーです。でもこっちも結構攻めてるっちゃ攻めてるか。ちょっとこの一番色の出てるところをちょっと出してみたいと思います。で、質感がすっごい柔らかいです。すっごいさーって伸びてくれるし、柔らかいからものすごい伸びる。すごい良くない？ツヤっとしてて、上の白以外出しました。全部ツヤ感がすごい綺麗。なんかラメというよりかは、ほんと濡れてるようなツヤ感が出てて、めっちゃ可愛い。パープルをね、取りたいと思います。お、思ったより暗めに発色してくれてる。いいね。で、もっと明るい感じのパープルが。おー、すごい。偏光パールが多分ピンクっぽいから、もっとちょっと紫っぽく見えたんだけど、結構落ち着いたカラーなので、ポイントとしてなんか目尻だけにツンツンって塗ったりとかしてもすごい可愛いと思う。今ちょっとオレンジコーラルみたいな感じのメイクしてるんですけど、目尻のところにちょっとこう。ポイントとして、アフターファイブメイクみたいな感じで入れてもほら、すごい可愛くない？一気にちょっと大人っぽさとさ、なんか妖艶な感じが出たと思う。はい、こんな感じでーす。ちょっとね、さささっと塗ってみたんですけど、どうでしょう。すごい可愛くない？こういうなんかパレットでプチプラだからちょっと挑戦しやすいしさ、やっぱ海外コスメってこういったデザインが多いので、こういうところが私のちょっとなんか、あ、いいなと思うポイントです。はい。すっごくおすすめ。普通にこれ以外にも使いやすいようなカラーがあるから、ぜひぜひゲットしてみてほしい。質感とかもすっごい良かったので、おすすめです。続いてはじゃーん。もうさ、ほんと可愛くない？やばーと思った。パレット。もうなんかチョコレートが入っててもさ、お高級な、なんかわからないぐらいのパッケージなんですけど、本みたいでしょ？めちゃくちゃ可愛いでしょ？これ私結構メイク動画で使ってたと思うんですけど、ライムクライムっていうブランドなんですけど、じゃじゃーん、開けてみると、まだね、ちゃんと開けてないからね、新品なの。ちょっとなんか不思議な配色のパレットをゲットしてみました。これはね、完全に私のパケ買いですね。私なんかコスメを使うのも好きだけど、集めるマニアみたいな感じでもあるので、そういった要素でちょっと買ってみました。ここのね、白っぽいカラーは、偏光の青ラメっぽい感じで入ってる。すっごいふわっと青っぽいでしょ。めちゃくちゃ可愛いぞ。でも私このストームっていうこのグレージュカラーがすごい使いやすそうでいいなと思った。なんか海外コスメのやつ、あとね、質感がすごいこだわられていて、なんか粉っぽい感じの、質感のアイシャドウが一切ないんですよね。それがすごいなと思った。こんな感じのカラーです。絶対使いやすいカラー。ライムクライムもね、めちゃくちゃ可愛いコスメがたくさんあるからね。見るだけでもいいから見てほしい。めっちゃ可愛くて、わー、こんなコスメ持ってたら幸せになるだろうなっていうコスメがいっぱいあります。いいですね。これはまあ使うというよりかはちょっと眺めるかもしれないんですけど。はい。じゃじゃーん。シアテロンドンのフェイスパウダーを買ってみました。まずもうパッケージからして優勝じゃないこの感じ。超可愛い。多分、皆さんが知ってるシアテロンドンのアイテムがあると思うんですけど、マニキュアがドンキホーテとかにあって、四角くてリボンがついてるマニキュアを見たことあると思うんですけど、それがシアテロンドンのやつで、なんかコスメよりもマニキュアがね、日本でははやってるというか、先に入っていて、私はコスメがすごいシアテロンドンのやつは大好きだから、コスメを押したいんですけど、もうめっちゃ可愛い。あ、そうそう、こんな感じのね、リボンがついてるマニキュアがあるんですよ。色味が、一切ついてないクリアな
パウダーをゲットしてみました。イニスフリーのあのパウダーみたいな感じの使用感だと思います。でこれね、なんか大体海外コスメのやつってそうなんだけど、パフが入ってなくって、大体みんなブラシでつけてるんですよね。ブラシをみんな持ってたりとか、スポンジでこうがっつり塗っちゃったりとかしてるから、スポンジは入ってないんですけど、ここのブランドのコスメだったりアイシャドウが大好きだったのでゲットしてみました。まあちょっとこれも多少はパケ買い感はあるんですけど、持っとくだけでね幸せになれるってことで、だいぶ意味を成しております。続いてのコスメが、私がこれ長らく気になってたコスメなんですけど、じゃじゃーん、ミニラブパレットです。これなんか限定で出たのか、なんかコラボで出たのかわかんないんですけど、これが急遽出た時にめちゃくちゃピンクで染まってたんですよ、ここのアカウントが。すごい可愛くて、それがあずっと欲しいなと思っていて、しかもこのサイズ感がさ、もう見てよ、ミニパレットだからさ、こう5色入ってるんですけど、このサイズ感がすっごいミニマムで、 iPhone 11 Pro Max を使ってるんですけど、それよりちっちゃいです。こんな感じ、色味も見て、私の好きそうなカラーでしょ。でも多分これみんなも好きだと思う。なんかラメ感というよりかは、ちょっとシアなカラーとマットなカラーと、ここがちょっとラメ系のカラーになるんですけど、ここはねさっきのカラーなんですけど、この他のカラーが一度塗りでこんな感じ、結構使いやすそうじゃない。いやこれさ絶対いいよね。これだって1個持ち歩くだけで、もうグラデーションの各締め色のカラーがすごいしっかりとあるからさ、すごい発色もいいじゃん。すごい可愛い。ゲットできて嬉しいです。これは本当に可愛いなと思いました。その他のねものも可愛いなと思ったんだけど、一番でも実用性があるのがこれだったので、やっとやっとやっとゲットできました。嬉しい。やっぱこういう機会がないとね、やっぱりこういうなんか海外コスメとか挑戦する機会とかってないと思うので、よかったらねゲットしてみてください。私結構日本のコスメもやっぱすっごい大好きだけど、海外のなんか挑戦的だし挑発的な色味だったりとかパッケージだったりとかコンセプトがすっごく大好きだから、みんなもねそこの良さを分かってほしいなと思って今回動画にしてみました。どうでした？テンション上がりません？コスメって。はい、今回ね使ったコスメは、あの今度メイク動画とかでねできるだけ入れてレビューをしていきたいと思っておりますので、よかったらね参考にしてもらえたら嬉しいです。この動画楽しんでいただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバーイ。